こんにちは、ショートショート作家の田丸正智です。今回はですね、僕自身の海の思い出、海に対する思いですとか、をお伝えして、そしてプロジェクト海綴りというものについてもご紹介できればなと思っています。まずですね、僕自身はですね、愛媛県の松山市の三津というところの出身でして、本当に海をそばに感じながら育ってきた人間です。瀬戸内海ですね、瀬戸内海ってものすごい穏やかなんですよ。で、島も綺麗ですしね、飛行機から見える海 も本当に毎回落ち着くなって感じなんですけど、僕はですね、その三津というところですね、海の町に祖父も仕事場がありまして、僕の祖父はですね、祖父がやってた、三津の鉄工所っていうのがあって、造船関係 の修理とかをしているというところだったんですけど、でそこに、よく遊びに、行って、ちっちゃい頃よく行ってたので、大切な思い出っていうのはものすごいいっぱいありますね。例えばこう、当時はですね、リヤカーにこう、魚 を入れて売りに来てくれるような、おばちゃんですかね、おばあさんとかもいてですね、そこに白い発泡スチロールの中に氷がジャージャーになってて、タチウオがあったりとか、なんとかあったりとか、味があったりとか、そういうですね、あの中で育ちましたし、例えば氷屋さんですね、大きい氷屋さん、切り出してる氷屋さんがあったりですとか、祖父が、造船関係だったこともあったりして、漁師のおっちゃんたちですね、すごいたくましい、かっこいい漁師のおっちゃんたちがいたりとか、あとはそのもう本当にあの道路挟んですぐ岸壁だったんですけども、そこにちっちゃいフグの子供が寄ってくるんですよ。赤ちゃん、このちっちゃいのが、本当に上から見たらいっぱい群れになってこう寄ってきてるんですけど、それを祖父に借りた大きな網でですね、バチャッとこう入れてすくう。でそしたらあのフグがいっぱい、取れたりして、それちょっとちっちゃいのが落ち着いて可愛いなとかってやってたりも、したのもすごい大事な思い出ですし、本当に近くの梅神寺という、本当に有名なスポットなんですよね。いろんなロケとかも使われてる、梅神寺っていうところで、ビーチグラスを拾ったり、これが海神仏になっていくんですけどね、とか渡し船という、本当に数十メートル向こうの対岸に、無料で渡してくれる渡し船っていう、公的な船があるんですけれども、そういうもの今も残ってますけどね、そういうものを身近に感じながら育ってきて、本当にどの光景も今なお色褪せずに、輝いているわけなんですけれども、そんな、三津の思い出ですね、それを閉じ込めたのが、さっきちらっと言いましたけど、海舟という作品で、コンテストで賞をいただいたりとか、ピースマットシー直樹さんの主演で、短編映画化、そしてその世界で、流してもらったりもしたわけなんですけれども、そういう作品に結びついていったということもありますね。では本当にそれ以外にですね、海にまつわる記憶を閉じ込めた作品がいっぱいありまして、海酒が入っている海色の瓶という本の中にも海の作品いっぱいありますし、例えば不思議の旅人という作品の中に、ポートピアっていう、ポートピア、ポート、港の理想の港的なところですね、そういうお話とかも入っていたりもしますので、ぜひ読んでいただきたいんですけど、話を戻しますと、僕のルーツっていうのは間違いなく海にある。作家としてのルーツもそうですし、一人間として人としてのルーツっていうのも間違いなく海にあって、で、なので今でもですね、ちょっと海に触れてないとなんか海が足りないなみたいな感じになるんですよね。なので、補充しに行くじゃないんですけど、海を、時々ぶらっと見に行ったりもするんですけど、それはすごい充実するんですよね。なんかそういう、海が大好きな僕なんですけど、実はその今回海綴りというプロジェクトに、お声掛けいただいて参加させてもらうことになりまして、でこれがですね、どういうプロジェクトかといいますと、海にまつわる皆さんの思い出ですね、それを投稿してもらおうっていう、そんな素敵な企画なんですよ。でそこで集まった、たくさんの思い出から、僕がお話、海のお話を書かせて、まだ全くどうなっていくかっていうのも全く分かってない中なんですけども、めちゃくちゃ若くしますけどね、そういうプロジェクトになっていますので、皆さんもぜひ海の思い出っていうところを海綴りというサイトから投稿してほしいなと思っています。それをきっかけに海好きの、もちろん海ってこう怖い面もありますけどね、たくさんありますけどね、でも海を好きだ、海を大切に思う気持ちっていうところが一緒に共感し合えたら、僕もすごい幸せだなと思ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。